神奈川新聞から神奈川県は10日、スマートフォンの専用アプリ、神奈川ペイを活用したキャッシュレス決済で支払額の最大20%分をポイント還元するキャンペーンを7月19日から実施すると発表しました。 新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた地域経済への支援策で昨年10月から今年5月末まで実施した還元キャンペーンの第2弾となります。 神奈川県は10日、横浜市港南区の知的障害者入所施設、県立セリガヤやまゆり園の運営を、2023年度から5年間担う指定管理者候補として、横浜市内の社会福祉法人のグループを新たに選定したと発表しました。 相模原市緑区の県立つく井山まゆり園で2016年7月に起きた殺傷事件後に整備されつく井園に入所していた人たちが暮らす施設の運営者が変わる見通しになりました第104回全国高校野球選手権神奈川大会の組み合わせ抽選会が11日横浜市の南公会堂で開かれます一般非公開で行われ 合同6チームを含む出場170校の対戦相手が決まります。新型コロナウイルスの感染対策で各校1人のみが参加し、午後1時に抽選がスタートします。大会は7月9日に開幕する予定です。